でんはい。ということで、今日の負けです。今日はでも、そんなに長くならないかもしれないね。うん。フェネッカーがかわいいっていうのと、蒔絵、トマスケ、トマスケ500日目なんでね。皆さん、し皆さん、あがめ立て奉ってください。500日目です。ありがとうございます。で、あのー、ま、あそこまでね、この人がどこの卓に出てるってやるかわかんないけど、相当でも結構高齢だったし、 まあ、この文字の通り、ちょっとね、重要なキャラクターである、ね、バールさん、んまあ、もう今はもう、白猫の世界でももういないけど、バールの声優さんが亡くなりました、飯塚正蔵さん。いやね、でもね、あの、マジで、マジで大事だった。もう役も嫌だし、キャラとしても強いし、もう、おじいちゃん好きだった。本当ありがとう、でも、これでさ、もうこれで、こういうね、や白猫の役割では嫌われる、ま存在だったけど、 でもね、もう、もう俺好きだった。マジで。もうね、いい人だって、マジで、バールおじちゃんはよ。いい人だって、っていうかもう、キャラとして完璧だった。いい、いい、本当にいい役だった。だからもうね、こっちの、あっちの世界では、もうしっかりとね、今どこにいるかわかんないけど、上に、できれば上に行ってほしいな、っていう、そういう気持ちです。ちゃんと寝てな。 で、診断。謎のポケモンの診断をやったっていう診断メーカーで。まあ、探せば出ると思うんでやってみてください。面白かった。でも、種族値が限界突破するから、まず、あ、999度だったからね。うん。やばい。で、チケットたくさんもらったよって。これで何枚目かな ?12 枚目とかいたのかなまあ、長くはなるけど、いつか届くうでしょう。はい。ということで、今日はこんな感じかな。まあ、物件。物件探してます。OK! ギターの音はなりませんまたお会いしましょうそれじゃおやすみなさい